シャグはね、相変わらずね、じわじわとね、東部戦線では犠牲を出しながら前進してますけど、ウクライナの電撃作戦ものすごい勢いで、進んでいると。これがあまりにもすごいので、どうもね、なんかちょっとプーチンに対してね、いろんな不満が出てるんじゃないかということで、テレ朝ニュースがね、なかなか面白いこと書いてるんですよ。越境攻撃でロシア国民にプーチン政権への不満、プリゴジンの乱に次ぐ高さにということで。やっぱりこれ効くんですね。ウクライナのこの作戦の目的ってやっぱプーチンの体制を動揺させることだったのかもしれないですね。この記事曰くですね、ロシア国民の政権に対する不満が、プリゴジン氏の反乱以来、最高レベルに達したことが分かりましたと。ウクライナ軍によるロシア領内への越境攻撃により、ロシア国民のプーチン政権に対する信頼が低下していますと。ロシアの世論調査によるとですね、当局の行為に憤りを感じた人は、4月28日 18% だったのが、ウクライナの攻撃を 25% に増えたと。これ、プリゴジンが反乱を起こした時はですね、26% だったので、かなり増えてると。また不安が広がっていると考えた人の割合も1週間で 39% から 45% に増加ということです。で、この件についてですね、鶴岡光人先生が解説を投稿されてるんですけれども、こんな風にはおっしゃってます。この世論調査に限らず、ロシアの世論を理解する上では、プーチン大統領への見方と国防省を含むロシア政府全体の見方が異なる場合が多いことに注意する必要がある。悪いのは大統領でなく、腐敗にまみれた国防省だという見方が少なくないからだと。プーチン神格化してるんですよね。あんまりね、そうやってね、神格化して独裁みたいなことやると、おかしいことになるよ。本当にね。気をつけてくださいね。まあ、ロシア人に言ってもしょうがないですけどね。日本語で呼びかけても伝わんないかもしれないですけど。で、さらに鶴岡先生はこう続けます。その上で、国民の不安や不満を抑えるために、大都市の国民を戦争の直接の影響から遠ざけておくことが、プーチン政権の基本的な方針だった。自分とは関係なく、どこかで行われているものと思わせておくことが、戦争反対を抑えるために重要だったのであると。ロシア領が攻撃されることで戦争が一言ではなく自分事と感じる人が増えるとすれば政権にとって大きな懸念になると。でね、ロシア兵隊足りないみたいでね、また大きな動員があるというふうに言われていて、モスクワからもなんか容赦なく動員するんじゃないかと、いうことで、モスクワにも動員かかるとこれプーチン政権だいぶ揺らいでくるのかなみたいなね、まあそんなふうに思います。でそんな中ですね、プーチンの金魚の糞で腰巾着、ルカシェンコです。ルカシェンコがですね、なんかね、ちょっと変なこと言い始めてるんですよ。これ、マックス243がですね、報告してるんですけれども、ルカシェンコはこんなこと言ってますと。彼ら、各ウクライナ人は、私たちや西側諸国に対して、ベラルーシとの戦争は必要ないと常に言ってきました。我々はこれを理解しており、あなた方と戦うつもりはないと言いますと。で、ウクライナと戦うつもりはないと言います。それはあなた方が優れているからではありません。我々には戦線を 1200km 拡大する準備ができていないからです。ここが国境全体の長さです。1200km です。現在、SMO 戦線は1000キロです。1200キロを封鎖する準備はできていますか？いいえ、クルスクはそれを証明しましたと、いうことですね。ルカシェンコあれですよね。そもそも、プーチンがもう敵を撃退したとか言ってるのに、いや、ウクライナ軍だいぶ入ってますよ、みたいなことね、言っちゃったんですけれども、まあ、これね、プーチン政権もちょっとね、揺らぎ始めてるし、ルカシェンコもなんかね、こういう、こいつほんとタヌキですね、あっち行ったりこっち行ったりね、なんかこんなこと言い始めてるということで。今日の内容面白い、興味深いと思った方は、ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ガオー。